岩清水、4番のコパノリミラーレが3番手で、外からは8番のバカラスクイーズ、その後ろにはムチが入って3番のボレグラース、前は5番の MT シャトルが先頭で、内回りコース、これから直線コースの攻防へと移ってまいります。4コーナーのカーブ、 MT シャトル単独のリードは4馬身と取っていきました。200を通過します。2番手外から上がってきたのが4番のコパノミラーレ、3番手争いから外を回りまして7番のクイーンザヒーロー、クイーンザヒーローがコパノミラーレに迫ってきて、2番手から前の MT シャトルを追ってくる。5番の MT シャトル、外からクイーンザヒーロー、しかし MT シャトルゴリ、5番の MT シャトルが制しました。4レースフレッシュチャレンジ競争、4番のミス・ミランダーぴったり2番手をキープ。3、4コーナー中間点から4コーナーのカーブ、外目を通る黄色い帽子、5番のモダンウーマン3番手、前さんと固まって残り 400m 標識を通過しました。あとは開いて1番リードクイーン、3番の MT シャトル、4コーナーのカーブから直線コースに向きました。さあここで4番ミス・ミランダーと5番のモダンウーマン、モダンウーマンここで先頭だ、モダンウーマン抜け出した、残り 200m 標識を通過。2番手に4番のミス・ミランダー、インコースから3番の MT シャトル、2番のシーザーウーマン粘っている、後方から6番のスリーナッツ決め、しかし先頭は5番のモダンウーマン、リードを広げたモダンウーマンゴーリン、2着はどうか、粘り切ったかミスミランダー、内3番の MT シャトル並んでの入線、しかし勝ったのは1回が右京から2投目、6番サンローズ最後方です。前は4コーナーのカーブに向かってきます。さあ外からじわっと4番ランランランが3番サンバディートゥーラブに並び立ってきました。そして後ろからはさあロナウドチョップが外に出しまして、4コーナーカーブから直線コースに抜きました。4番ランランランが先頭に変わりました。粘る3番サンバディートゥーラブが2番手ですが、外から2番のロナウドチョップ、1番外から7番のスイフトテーラー、そのインコースから5番のイキサトフライです。3番のサンバディートゥーラブ、その前には4番のランランランです。ランランランぐん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 リードを広げていく。2番手はロナウドチョップが上がりました。4番ランランラン快勝ゴリ、2番手が2番のロナウドチョップ、そして3番のサンバディートゥーラブが3番手、その後は7番のスイフトテイラー、そして5番イキサトフレと続いております。4番ランランラン通過、その後ろ4馬身の間が空きました。11番のアーシー、10番のトドイワガーデン、これを間から5番のハピネスヒーローがかわして3番手に上がる。前の2頭に接近を図る、後続集団固まった、イランソロフィー、そして1番のマラドノスキー、中段の後ろのポジション、400通過4コーナーカーブから直線です。楽な感じで4番のフレンチであるランランラン、10頭が後続を3馬身離している。後ろから届くのか、ハピネスヒーローやってくる、外目に持ち出した一気にジャーニーマンが差を詰めてくる。200の標識通過する、ランランランフレンチである、外からジャーニーマンの追い上げ、ジャーニーマンフレンチである、ジャーニーマンあと100、ジャーニーマンフレンチである、3番手の接戦、ハピネスヒーローを迫ってきた、先頭は勝ったジャーニーマン、1着で5輪、2番手は4番フレンチである、3番手は接戦、5番のハピネスヒーローが外、9番のランランランの粘り、これから直線コースに向かってまくるところです。6番のシリクが先頭で直線コース、5番のサンバディートゥーラブ、2頭が抜けた、2馬身のリードを取っている、外側8番のシャイニーネーム懸命に差を詰めようとします。残り200を間もなく通過する、横に3頭広がった、5番のサンバディートゥーラブ、内側6番のシリカ、外から来た8番のシャイニーネームが一気にかわした、シャイニーネームが先頭、5番のサンバディートゥーラブが2番手、内側6番のシリカも粘っている、先頭は8番のシャイニーネーム1着で5位、2番手はどうか、接戦、5番のサンバディートゥーラブ、そして6番のシリカ、シリカとサンバディートゥーラブ、2頭が2目、4番のリッカグラがいて、最後方は9番のイズム、前は片方から最後コーナー中間地点です。2番のハッピーガールがわずかに先頭、7番のアルチシャちょっと抜けています。400通過4コーナーカーブ、10番のドンガイツ、外11番のジョバーズ、4コーナーカーブから直線です。2番のハッピーガールが頑張っている、1馬身のリード、内側狭いところを各馬狙っている、3番のヒラリコマクルカ、7番のアルチシャも粘って200の標識通過する、5番のモンバサが内を突こうとしています、次に持ち出すか、外側には10番のドンガイツがいる、あと100、先頭は逃げる逃げる、2番のハッピーガール、1馬身のリード、7番のアルチシャ2番手か、ハッピーガール1着で5位、アルディシアとドンアイリス、ドンアイリスとアルディシア2番手争い、後ろの競りを尻目に2番のハッピーとしています。あとは後ろから2投目、4番のゼルエル、最後方から9番のミラクルスマイルです。前は1番のチェリーオータム、リード1馬身半から2馬身、400を通過していきます。5番のハニーレイが2番手追走、あとは7番のエイシーインカルシー、直線の方向へと移ってまいります。1番のチェリーオータム先頭、外から差を詰めてこられるか、5番のハニーレイでありますが、200を通過して1番のチェリーオータムリードを広げていく形、5番のハニーレイが2番手、外から8番のアイシャドウがハニーレイに迫るか、これは3番手か、前は1番のチェリーオータム、チェリーオータム悠々と今ゴリ、2番手は5番のハニーレイ、外から迫った8番のアイシャドウは3番手、
あとも少し離れました。2番手には9番のハッピーガール、これに並んでくるのは6番のシャイニーゲーム、その後ろまで迫って一気に外から前に上がってくる1番ドリームダーカイで4コーナーから直線です。前は5番のハイジャが先頭、外から1番ドリームダーカイ足を伸ばしてくる、その内からは6番のシャイニーネーム、さらには4番のメイサも足を伸ばしてきた、間には9番のハッピーガール、先頭は粘る5番のハイジャ、迫ってくるのは各馬ですが、ハイジャが押し切った、ゴーリン勝ったのは5番のハイジャ、鞍上阿部幸男騎手、勝ったのは5番のハイジャです。2番切りました。外から8番デスロカ、インコースこらえる5番スマイルプロバイド、この2頭並んでいきまして、あとはもう5、6馬身切れました。3番手に1番のオールブリッジが上がってくる、直線に向きましたが8番のジェクゼロが抜けていきます。インコースこらえる5番のスマイルプロバイド離れました。3番手は1番のオールブリッジ、その後は4番のルチャルが追い上げる、前2頭並んでいる接戦、小渕内から5番スマイルプロバイド降臨、5番のスマイルプロバイドがから差し返したように見えます。8番のジェスロになっていきます。1馬身差で5番のシュエットが3番手、4馬身切れで6番浅草セーラ4番手です。前を捉えに行きます3番梅松さくら、粘る7番あえの輝き、この2頭の争いで200を切りました。3番手は5番のシュエット、そのインコースから6番の浅草セーラ迫ります。抜け出した3番梅松さくら、リード1馬身2馬身と広がっています。先頭で降り2着に7番あえの輝き、3着は最後4番龍の幸、外から追い上げていました。ダランとリード2馬身ぐらいで広げにかかります。インコースから1番クロストレイユが2番手に押し上げる、7番テイエム魔法が3番手、4馬身切れで2番ソフィアブラッキー5番手、その後に6番ベルティーグル、直線に向いて5番のナッツが突き放す、5馬身から6馬身、1番のクロストレイユが2番手をこらえました。2番のソフィアブラッキーが3番手、5番ナッツ先頭ゴーリン圧勝、6馬身から7馬身差、1番のヒロストレイユ2着で3着2番のソフィアブラッキー、依然として2番のスマイルプロバイド逃げています。馬順変わらず7番前の輝き2番手、ここで3番手に8番オールブリッジ上がって、インコースは1番ゼスロ、ここでペースアップ、あとは4番浅草セーラ手が動いて5番手です。これから4コーナーカーブ、前3頭固まっていきますが、2番のスマイルプロバイド先頭、外からまくり加減に8番オールブリッジが前に並んでいく、4コーナーから直線、遅れを取った7番のあえの輝きに並んでいく1番ジェスロ、外から伸びてきます。先頭は2番スマイルプロバイド、そして1番のジェスロと8番オールブリッジが前に襲いかかります。2番のスマイルプロバイド先頭、スマイルプロバイドか5人、1番ジェスロどうやら2着か、8番オールブリッジ3着です。2番のスマイルプロバイド、こらえる7番カジノフラッシュ、外6番のジュエリーレイズ、3頭びっしり競り合って4コーナーからそれから直線、離れた4番手に3番インテリオ、先頭はわずかに2番のモズキンコしか、6番ジュエリーレイズ、外から3番インテリオもぐんぐん迫っていく、インコースは7番のカジノフラッシュ、外3番のインテリオが鮮やかに差し切る、2番手が接戦、6番のジュエリーレイズか、3番インテリオ降臨、2着接戦、6番のジュエリーレイズと2番のモズキン越し並んでいます。答え変わって今度は9番ブルーウィザード2番手、そして梅松さくらの外に馬体合わせにいきます。4番のジェスロがこの2頭に迫ってくる3番手、そして10番のナツが4番手、これから直線、6番梅松さくら、その外9番ブルーウィザード、この2頭争いですが梅松さくら突き放しました。2番手には今度は4番のジェスロが並びかける、大外から10番ナツ2番手に上がって先頭にぐんぐん接近、6番梅松さくらわずかに先頭降臨、10番ナツ2着でした。9番のブルーウィザードがその後3着です。4番ジェスロ続いてキーする、今5番のジェスロが先頭スマイルプロバイドに並んでいきました。この2頭馬体があって3馬身差で8番のインテリオ、4番手遅れていったのは4番ジュエリーレイズ、前2頭の争いは5番のジェスロが今度は抜け出していく、3番のスマイルプロバイドやや遅れたか、8番インテリオまだ3番手、先頭もう一度3番スマイルプロバイド、5番のジェスロ、これに迫ってくる8番のインテリオ、3番手から2番手に並びかける、しかし逃げ切り3番スマイルプロワイド降臨、3連勝、2着争いが際どい勝負、5番ジェスロか8番インテリオか、際どい人気の両馬、その後は2馬身差で6番ブルーウィザード、4番手以下大きく離されました、外から11番梅松さくらか、内から盛り返す5番マイタイザ、
この2頭の争いが激しく続く。直線に向きました。3番手に6番ブルーウィザード、外11番梅松桜が抜け出す。しかしまたこらえる5番マイタイガン、マイタイガン差し返せ。3番手6番ブルーウィザード、5番のマイタイガンが勝った。ゴリ11番梅松桜2着でした。6番のブルーウィザード3着です。人気各馬で決しました。デビュー戦逃げ切ったマイタイガン。どうも、どうもジェニーです。どうぞよろしくお願いしますってことでね、かなりの重圧ってことで、かなりちょっと人気を、まあ人気を重傷で背負っちゃってるってことで、マジで、かなりレース前に、かなりちょっと重圧にかなりこう押しつぶされそうなレベルで、ぐいぐい来ておりますってことで、おお、まあ、落つってことでね、そうそう、おーな、ハンダハゲってこれ、で出だしからこれかみたいな、おお、ま、何もしてねえだろまだ、こっからだよっていうこれ、そうそう、いい加減顔見せろ、ちょっとね、あの出先なんでカメラがないっていうねこれ、おお、緊張でハゲる、まあ、マジで緊張で、まあ、ちょっと今日まあ、オナニー2回してしまったっていうね。俺落ち着けみたいな感じで、2回抜いてしまったみたいな。そうそうですね。落ち着けってことよ。あ、ファイアフォックスはね、ちょっとね、まあ、いまいちみたいな感じで、ユークロームを推奨しますみたいな。ポリープうずくって、そういうものじゃないけどね。まあ、ちょっと、まあ、胃の調子はそんなに良くないみたいな。タチクの一流馬は、もっと、地元住所に出るから、ダマばかりで大丈夫。いや、でも、それでもやっぱり、そうなってさ。まあ、タチクっていうのは基本的に前頭、まあ、門別出身なんだけど、うん。やっぱまあ、普通にやっぱ一戦級だよね、みたいな。そうそうそう。あ、ちょっと待って、ちょっと URL をね、許可しますってことで。ネット予想ではそこそこ印がついてない、一番人気になりそうな感じある。まあ、人気はね、まあ、ぶっちゃけ、どうしてもいいんだけど、なんて言うんだろう。そのなんかまあ、期待を背負ってるところの重圧に、非常にこうグイグイ感じておりますっていう、能力断然相手探しってすごくない、いやまあそこ、まあそこまでのね差はないと思うっていう、まあちょっと今日はだから酒はちょっと控えようと思って、おおマジで、おお、なんかビーンってなってる、なんか多分ね PC の方もねぶち壊れてるからこれ、おおパソコンが、そうそう、インサイダー情報、インサイダーも何もない、もうずっと話してる通りよこれ、おお、もうなんだろう、相手がもうやっぱりね、でまあそう今までとは全然違うから、多少もあるしっていう、うん、門別大重賞18日の園田アッパー、あそこら辺に強豪馬行ったからこれで勝てなきゃって、あそうなの、あアッパーそんなに結構い集まったんだ、うん、当たる予想のプリンセスが行こうか、うん、ちょっと行こうかってことでクリック、うん、ちょっとこの辺の予想をしっかり見ていこうっていう、うん、どうやって見るんだこれ、うん、MTシャトル、ラストチャンスあり、ランランラン、ハッピーガール、シャイニーネーム、お、プロバイドついてんじゃん。ね、ありがとうございますってことで、はい。まあ、注目を非常に、ね、集まってるっていう、うん、明日何人わかんないけど、うん、まあ、みんな来てっていう感じで声かけてる感じあるけどね、そうそう、うん、競馬近畿の西東も応援して、マジで、うん、ちょっと見てみようか、うん。なんなんだよ、これマジで。もうこの赤字がこう、死んだガーランドのために、シーパケシ。関係ねえだろ、これ。この上と下のこの関連性なんだよ、みたいな、これ。おー、ね、懐かしいね、みたいなね。そうそうそう、いうことで。すま、なんだよ、これ。うまいこと、スマイ大山とこれ、うまいこと言うなよ、これ、マジで。おー、もしくはマイスマイルにしなきゃいけないのかな、みたいな、これ。おー、そうそうそう、いうことで。まあ、確かに、まあ、ね、2個はついてるけどと。うん。ハゲは重症化という最後のチャンス。まあ、最後とは思ってないけど、まあ、こんな人気背負っていくようなことっていうのは、ま、ほんとめったにないよねと。うん。飯田先生も、ま、初めての結果も、ま、飯田先生からも電話あったんだけど、まあ、こういう経験初めてなんで、まあ、ぶっちゃけ緊張してますと。あ、僕もですみたいな。そんな感じでこう、お互いちょっと、なんか浮ついた感じの話をしただけですみたいな、今日は。
明日勝ったらしんちゃんも馬主みたいか、どういうことなんだから、むしろ始まるんだろこれ。そうそう、輸出は正しくなってライブの表示なく、あ、そうなの、おお、まあ自分の見たことないっていう、うん、重賞勝ったら金利はどんぐらい増えるのっていう、なんかね、まあそのレースによる、レースによるから、まあ、すぐこれ何キロっては分かんないんだけど、そうそう、門別の2歳重賞が寸芸メンバーだから強いの来なくてこれ幸い、まあ層の厚さ、その上も上だし、その2000球も、まあ、普通にやれるっていうね、レベルだからマジで、そこはちょっと全然侮れないよっていう、門別2歳重賞を見てみ、ちょっとレベルが3段階ぐらい違うっていう、まあだからそれはぶっちゃけ上も下もよ、だからやってみると分かんねえからマジで、川原さんお願いします、今ですよ、どういうことやんだから、今の意味が分からんわっていう、SBO は、まあ、他場とか全然出てないから何とも言えんわ、今週砂補充してないのな、いや、してる、11日かな、明日はさすがに明日はやめてくれよと、そのだけ言えば分かってるなって、そこは地元だからなっていう、そんな雨は降ってないよねって、まあそうだね、なんか降ったやんだりみたいな、擬態、なんだこれ、擬態ってさせる気もないなっていう、どういうことみたいな、これもうなんかね、雑になってきてるよねって、雑さがむしろいいみたいな、明日雨かって、まあなんか雨っぽいみたいな、飯田先生は重賞取ったことない、新馬戦もうちの馬、認定戦もうちの馬が初めて、まあ思い出は入れてくれるかな、入れてくれてるかなと、歌唱機何かつくの、なんだろうね、なんか多分つくんだと思う、副賞みたいな、そうそう、飯田も杉浦も重賞童貞やでっていう、まあそういうことね、童貞狙いですっていう、門別の上はまず目標は中央2歳 G3 だから書く、まあまあそこはね、やっぱり、そのなんだろう、施設も、競馬場もやっぱり、まあ、馬が育つ時期なんで、2歳は特にね、やっぱ違いが、ただまあやっぱ3歳4歳となってくればその差は全然縮まるけどね、ただこの時期のやっぱり門別の馬っていうのは、門別出身の馬、っていうのはやっぱりちょっと2000球でも全然やっぱちょっと違うというふうに考えた方がいい、断然人気で勝ってキモい顔表彰台地さん、なんていうことやね、キモいはいいだろ、キモいはマジで、まずここまで来れたことに君たちはなんか思いはないのかっていう、バカ野郎マジで、マスの頭皮にも砂、俺の砂はいらないからって、なんで頭に砂かけなあかんねんって、これな、黒い砂って売ってるよね、あれね、そうそう、今ムービーがプロバイドレイプしに行くって言ってたけど、どうするチンチンねえだろあいつ、チンチンはあるか、たまねえだろっていう、だからそうそう、誰も釣りかけてこなくて短期お逃げになったら嫌ですねっていう、いや別にいいけどね、もうありがとうございますって感じよ。だから逃げられなかった時の想定がないから、そこは厳しいよ正直。笠松さんと全部宝石屋で同じ調教師さんとだしっていう、まあでも出身が結局門別っていうね、まあそこちょっと感じようみたいな、その他休憩者休務員、その他競馬職員つな入れますよじゃねえよ、って小さいつじゃねえよってこれ、いらないからマジで、地元のことをもう少し考えようっていう、中央のクローバー賞で門別馬2着に来てたねって、あとなんか他の重賞でも来てなかったっけ、函館なんちゃらステークスみたいな、2歳ステークスか分かんないけど、まあまあ、いや本当にやっぱこの時期の門別の馬ってもう中央全然やれるからマジで、これ買ったらブヨ誕生日記念のレース作ろうって、なんか関連性みたいな、関連性ちょっとよく分かんないみたいな、そうそう、休務員時代もないのかない、休務員時代合わせて新馬も認定も今回初めて取れましたと、まさかここまで、まあ言ってて今日飯田先生もね、まあ思わずペロリって感じだと思うけど、思わずここまで来るとは思いませんでしたっていうのはねちょっと言ってたけど、まあそれぐらいちょっとこう我々ね浮き足立っておりますっていう、でこれだよマジで、これ別に合成じゃないから、これだから住まい泰山ではないんですけど、これ何回も言ってるとね、そして馬主の欄消すのやめてもらえませんかみたいな、これところなんだけど、これ何を諦めるんですかっていう、今だ、まあ、ポイントが全くわからないっていう、お前昨日の配信アーカイブで3分見たけど、下川辺牧場って知り合いの親戚の牧場だと、あ、そうなんだ、なんかいい馬いたら紹介してください、お願いしますっていう、騎手重賞初挑戦って大丈夫なのかっていう、まあいつかは初挑戦というか、まあ、初勝利というかっていうのが来るわけだから、まあそれは別に問題ないかなっていう、レース出走を間違えて報告に出す、どういうことなんだから、別にどんな間違いねんそれ、バウンシャム会議ですいません、こちらですからってことあるわけねえだろってそれ、そうそう、確かにジュニアグランプリで門別の2歳が来るから油断は禁物ねっていう、まあっていうか、まあなんて言うんだろう、門別は普通に2歳は強いよ、ただまあ別にね、これからどんどん長い目で見ていくわけだから、2歳でね、すべてのレース終わりじゃないんだから、まあ今の時期はだからこれ強敵だよっていう、ランラン含めてね、そうそうそう、
グリーン GC グリチャでも一応10秒ぐらい展望やったけど、ゴールドヘロス3区の完成度は高い、ここは負けないでしょう的なこと言ってたから、松野氏どこだよこれ、松野氏はいらないだろうっていう、まあありがとうございますって感じだけど、まあどこまでねちゃんと見てるかわかんないけどね、ぶっちゃけ言うとやっぱりまあこの辺ランランランハッピーガール、まあもちろん夏もね、まあ他場ではやっぱりハッピーガールランランラン MT なのかなとは、うわちょっとやっぱ怖いなと、は思ってるけどね、特にやっぱランランランが、まあ、門別でずっと来てるんでぶっちゃけ怖いっていう、なんかメンバーすごいねっていう、そうか、でもまあ全然侮れないなっていう感じはあるけどね、ランランランちょっとまあしかも川原さん乗ってるっていう、どうなんやろっていう、そうそう、早く全国のペットショップにどこだんだから、なんでペットショップで謝らなあかんねんって、これもうその理由を述べようっていう、これそうそう、単勝1倍台、いやそうにはならないよ絶対、2倍はつくだろ、2倍はつく、まあ夏とも結局分け合うし、結局調教なんて導入だから、でランランランもまあまあある程度人気するだろうし、川原さんだし、全然2倍以上つくよ、紋別のまあやっぱり仕上げ方が全然違う、まあそこほんとそう、やっぱあの室内半路1キロ、競馬場もでかいし、まあ、やっぱ息入る暇もないところでねずっとやってるわけだから、あれだとよほどのまでないと成長力とかないだろうっていう、あれだと成長、あその逆の意味で、まあ、そこはちょっと分かんないけどどうなんだろう、すまない話ってことで、ありがとうございます、そう、いいな、ここまで見る目なしっていう、いや見る目全然あるだろうって言ったら、このプロバイドとかちゃんと選んでくれてるんだから、そうそうそう、紋別馬の近くのノーザンファームでバリバリ販路使えるからねって、まあまあそうそう、でまあ紋別のね競馬場の施設としても室内販路があるから、だからまあ全然馬作れるよねっていう、明日何時から、まあ3時半ぐらいになると思うけど、そうそう、明日は久々のハゲ出しはないから、だからもういいか、ここでみんなちょっと間違えてほしくないんだけど、重賞最有力馬の馬主です、もう少し丁重にお願いしますこれ、ちょっとなり、あの人かみたいな、さっきなんか走り回ってた人かみたいな、そうあかんやろそれマジで、今日その他後半猛暴だったから明日は不良場は間違いないね、雨も降ってないけどね、でもね、まあ不良だとまた砂とか入れようっていう、あの横島な考えが、あの職員、あの協会、あの組合を浮かぶから、もうそうならないように、もうこれぐらいでいいよ、もうこんぐらいでいい、そうそう、紋別なんかは水路コマンダーさんで重賞勝っちゃうからな、なんだっけかの馬っていう、よくわかんないけどね、まあなんだろう、血統というよりももう馬体でもう丈夫で鍛えとこまで鍛えてね、ビューって走らせるっていう、そういう感じなのかなっていう、そうそう、明日福原で一発抜いて園田に向かいますって、福原ってなんだよこれ、もうちょっとよくわかんない、まあ、勝手な風俗会かみたいな、これ分かった、下海牧場と A 新道に、まあ、なんか聞いとく、特に A 新道、いやそっちはいいです、後者は、はい、前半の方お願いしますっていう、あ大阪いるよ、大阪いますってことで、はい、もういつでもね休みもしっかり、さっき休みますって、ダメですって言われたことの想定はないけど、もう送ったから任しとけっていう、励ますが一番怖いなと、励ますってなんだよ、だから、まあ松はやっぱ夏だよ、やっぱり地元、まあここは、まあ梅松とね互角にやってきてる馬なんで、まあ逆に言うと夏の実力が、まあ夏先差し馬の差し馬の梅松みたいな想定でいけるから、まあ相手関係、まあ力関係も大体わかるかなと、ただやっぱり一番こまあそういう意味で怖いのはランランラン、とハッピーガールがやっぱり前に行くから、それ逃げられなかったっていう想定が今のところないから、その時のこう焦りというかどうしようっていうところはちょっと、困ったなみたいな、和骨ありがとうございますっていうね、今日は出走情報ということで、はい、プロバイドの話してますっていう、印、あ見えないこれ、ちょっと待ってよ、こうしたいか、いやちょっとねこれどうしよう、これあのねずらせないんだよこれ、すまん、ちょっとまあちょっとこれ画面全体ずらすか、ちょっと待ってよ、今なんだよこれ、ちょっと待ってよ、こういけばいいか、こういけばいいか、そうそうそう、こんな感じ、まあありがとうございますって感じではあるんだけど、まあランランランが怖いよな、一番その分かんない怖さっていう意味ではランランラン怖い、前ばっかで夏がぶっ飛んでくるのが見えた、まあそれはありえるよね、まあ夏にとっては展開は向く、だってまあ
あのランランランハッピーガール、まあ、プロバイドが、まあ、ガンガン多分競っていくから、もう当然花譲らないから、譲ったら負けかなみたいな、うん、そうそう、未勝リッパーが出れるってまだ兵庫を通す少ないのって、まあプロバイド夏で多少来ちゃうと勝ち目ないっていうので、とりあえず、うん、翌日で同じ賞金のレースがあるから、うん、まあ、そっち行ったんだろうっていう、そうそう、ランランランの栄冠賞6着は意外に立派、うん、だと思うよ、うん、普通にさ、やっぱ門別そう暑いからね、うん、明日今日明日雨は本当に恵みの雨だなって、まあそれは本当プロバイドにとって向いてくれたよねって、まあ前面に、ね、行ける前面の行く馬にとってはまあプラスっていう、うん、まあそういう意味ではランランランもハッピーガールもっていう風になっちゃうけどね、うん、また2番人気3番人気、まあ2番人気ぐらいかな、うん、2番人気かもう本当僅差、うん、そうそう、オッズパーク単表でも結構いいこと書いてた、マジでちょっと見てみようか、おう、どうやって見たいんだこれ、ちょっと、おう、何、園田プリンセスカップでいいかな、おう、園田プリンセスカップオッズパークこれかな、おう、どこだこれ、どこ見たいのこれ、ちょっと予想、これかな、予想情報、うん、2.5 倍以上ないと単勝で買うメリットない、変わる単勝買うけどなっていう、まあ、だからもうね、別に買うのは別にいいですけど、馬主の前で他の馬の単勝買うって別に言わなくてよくないですかみたいな、おう、そうそうそう、どこ見たいよこれ、ちょっと、おう、あ、比較的難しいメンバーだが過去2000の内容から夏が狙いそう、夏じゃねえかよこれ、結局、おう、スポニチもお前オツパック夏じゃねえかよこれ、おう、だそうです、だからまあ人気は割れると思う、おう、明日遠征あの多摩大臣がポイントやな、まあそこもね、うん、あるし、まあパドックの状態、ちょっとまあ他の馬のパドック見たことないから分かんないけど、おう、まあどうなんかなみたいな、おう、上げ出し見るために配信見に来る、どういうことなんだから、別に、は、あの、何度も言うこれね、有力馬の、重賞においての有力馬の馬主さんですよ、これ、おう、ちょっと、品格必要なんで、おう、フラグかっていう、何フラグやねんみたいな、おう、そう、いや、ネタフリじゃない、何のネタフリよ、これ、いや、そう、やらないから、ハゲダッシュは、おう、そうそう、門別はモダンウーマンとタイニーダンサーが強いっていう、なんかね、おう、リリー賞だっけ、リリーカップだっけ、おう、で、なんか聞いた名前だったねっていう、うん、プロバイドの時になると、本当、なんだこれ、感じが読めない、C さん軍団のみの時代とどれだけもあんな言っていいかマジで本当に C さんの時なんてもうまあこう言い方悪いけどもう別にゴーゴー走りますって言って鼻くそほじながらでも全然見れるんだけど今はやっぱこうちょっとね緊張してしまうよねなんかおうなんかわかんないけどおう負けてはならないみたいなおう逆プレッシャーおうなんかうんなんか別にこれで終わりじゃないんだけどねおうだからもう早く負けてえななんていうの話もしてたんだけどただまあこう本番迎えてしまうとそうもいかないんで、どうしたらいいか、何の振りだよって言ったら、そうそう、明日は全裸じゃねえからって、全裸捕まるだろうって言うだから、中2週なら調教もなりがほんとんどなのっていう、どうなんだろうね。まあ、中2週、まあそう、C さんとかだったらね、もう、ちょうど、レースで仕上げながらみたいになるけど、まあ、ここまで来ると、まあ、今回いっぱい調教、夏とね。夏がまないだったらちょっとショックだけど、そこはちょっとわかりませんっていう、ネット競馬予想見たら舐められてるなっていう、あ、そうなの？ちょっとネット競馬見てみようか。どうやって見たらネット競馬でいいかな、おうネット競馬、うん、レース予報これでいいかな、おう、仕事さばってみるっていうマジかよっていうね、ちょっとまあ仕事はそこそこやってくださいみたいな、そうそうそう、どれだ、地方競馬か、地方競馬、こっからの、うん、どれだこれ、明日のレースとかってこれ乗ってんのこれ、うん、どれ？どこよこれ？出走表これかな？出走表、うん、ちょっと出走表見るっていう、うん、なんでこれ消えんだよだから、なんで消え、いいネタフリ、どんなネタフリやねんっていうだから、そうそう、うん、明日な、明日の、園田、プリンセスカップクリックってことで、うん、印どこよこれ、こっちかな？うん、印出てないんだけどこれ。なんだよ、これ、ログインしなきゃ見れないのこれ。ダッサいな、マジで、これ。ちょっと待ってよ。死に、待つ。ふん。よし。出てねえじゃん、これ。印で、あ、え？あ、こっちか。予想か。なんだ、ログインしなくてもいいじゃん、これ。おぉ。だんだんだん。どういうことやねん、これ、マジで。無印かよ、しかもこれ。おぉ。無印だって。
どうすんねん、ここどうすんの、これちょっと。夏、夏かわいそう。どういうことこれ、マジで。その他どんだけレベル低いと思われてんねんっていう、これ。うん。ね、ちょっと、まあ、結果は、うわ、見てみないとわかんないっていう。そうそうそう。うん。明日はマネしてか、それとも表彰式左の新人、ちばくれそう。だから、そこは全然、まあ、わかんない。空いてれば、もちろん、いむつぼ通りのところから配信したいなって。マネしてからはしないよ。うん。マネ席はもう邪魔になるから、また、また怒られるわ。俺がいると。そうそう。うん、怖いな、しんちゃんの入れ込み。いや、入れ込みというか、緊張しとります。マジで。やっぱり。なんか、どうしようみたいな。この状況。なんか、挑戦者ってやっぱ気が楽だよねっていう。マジで。ここで勝って、地方遠征に行って、勝って、グランダムジャパン取ってほしい。まあ、そうだよ。結局はこのレース次第なんだけどね。うん。だから、大事っちゃ大事よ。しっかりとやっぱり、まあ、出し切りたいなとは思ってるけど、うん、タマの騎手は楽に行かせてくれはくれんだろう、まして人気してんだし、まあね、多分そこは難しいと思うんだよな。いくらやっぱりね、川原さんと、川原さんというか、まあ、地元のジョッキーが乗ってるとはいえ、そんなやっぱり甘い話はないんで、まあ、勝ちに来るだろうしっていうと、やっぱり花主張してくるかなと。でそこで花取れなかった時の想定がないから、もうそうなったらちょっと確保してなあかんっていう。そうそうそう。水分ボンバーより使えるソフトでは門別の2とか抜けてるで、どこのソフトやねんだから、これか。知らんけどさ、まあまあ SBO もここはちょっと作業わかんないから。明日勝ったら格闘賞金600万超えるね。超えるね。超えるよ。っていうことはもう500万人出られないっていう。はい。衝撃的な、あの、中央に、中央、お前、ちょっとこれ、認定戦出るときに500万人にすでに出られないっていう、あの、衝撃事実がございますっていう。うん。明日は敗成功配信かな。だから、君のような、今の時点で負けを認めるってことは俺しないけどね。あの、別に、粛々と、なんて言うんだろう、こう、なんて言うんだろう、あの、なんて言ったらいいの、こう、あの、大きなことも申し上げませんが、そういったなんか負けるみたいな感じを腹から言うようなチキン野郎ではないですっていう。そうそう。ハゲナッツが怖いのかって。まあ、ナッツは普通にね、やっぱ強いよ。うん。そこはね。うん。ただまあ、他情が分かんない分怖いみたいな。明日は何時頃現地到着？明日ってこれは、まあ、午後休みもらいますって言ってるんで、とりあえず1時ぐらいには着くようにしようかなと思ってるけどね。まあ、昼食わないんで、俺。前ハゲ、しくなりすぎるってことはないの。そのなんか、ハゲがこれ、カタカナみたいな、なるよ。ハッピーガールと、ランランラン、バチバチって、で、そこでプロバイド真ん中に挟まれたら一番嫌なパターン。スッと抜け出せて、いい位置取れればいいけど、まあ、河原さんも、そこ、ほんとちょっとなんか、考えてくれないかなっていうふうには思うけどね。ちゃんとお泣きにしてた。2回抜いたって言ってたから、今日。もう、興奮が止まらんっていう、そうそう。ネット競馬92本目対抗。そうだよ、これ。何なんだよって、マジで。どんな予想したらこうなるんだよって。プロの見解見てみようか。これ見えるのかな、これ。見れません。見れません、これ。あ、でもなんかあるか。ランランランをしたいって。地元の重賞など苦戦していたら、このメンバーなら近い上位と言っていい。ほんまかよ、これ、マジで。持ち前の先行力を発揮できれば、同じく北海道の MT 社といえば、無記事の3連勝プロバイドも有力っていう。そんな感じになるのこれ。意味がわからんねやけど、これ。そうそう。拉致がなかっ、拉致がないから、まっすぐカーブ曲がれなかったら歓喜って、そんなもう状況できてないことはないから、そこの、その、順地ちゃんと終わってるから、そこは。ちなみに、水分モンバーの園田のプリンセスカップの人は、なら、多少が出てないから、うん。あんま参考になんないよ。普通に、多分、プロバイドナッツみたいな感じになっちゃうだけ。そうそうそう。ここ勝ったら何かしら使って全日本。いや、ここ、もし勝ったらよ。勝ったらの話あんま今の段階すると、相当負けた時に、もうヘボいことになって、俺多分立ち直れないから、あんまり言わないけど、基本的にはグランダムを狙う。うん。細かいところはもちろんまだあんま考えてないけど、基本的にはグランダム路線に行く。うん。そうそう。3倍つけば単勝と思ったけど、どうだろう。まあ、2倍台かな。でも意外とこういうのがあるんだったら割れるかもね。そうそう。安心してください。離婚決闘ですから。俺じゃねえか、それだから。俺じゃねえか、それ。裏のおじいさんが蜂来るって言ってたよって。蜂ってどれだよ。あ、うちか。俺だ。ありがとうっていうおじいさんに言っといて。そうそう。うんこの CM から帰ってきたっていう。よかったねって。うんこの CM ってどんな CM やねんって。そうそう。どこもプロバイド大本命。っていうか、今んところ西見たけど、二つとも夏となんなんなんだけど、これ。まだ巡り合ってませんって。まだグリチャーはなんか、なんだ、うちの、はい、プロバイドやってくれましたかっていう、マヌシは乗り方指示したらどうですかって、それはもうド素人がいらんこと言うみたいな感じになっちゃうから、基本的には
あ、分かりましたと、うん、なんか急に追い込みますって言われたらそれはちょっとどうなんでしょうねって話になるけど、うん、まあ、そこは、うん、普通にやっぱり前に行きますって話だったんで、うん、その今ふと見たけどなんでプロバイドの下ご送空券なんでつけたんだって、まあ牧場が割とねあの個人の方なんで、おう、まあ、そんな感じみたいな、そうそうそ う, うこれ何オーツパーク、うん、さっき見て、あ、見てみようか、おう、お、来た、地元の無敗はスマイルプロバイドに期待、園田プリンセスカップ17日園田競馬メイン第10レースにグランダムジャパン2歳シリーズシーズン、JRA、阪神ジュベナイルフィリーズトライアル地区代表選定競馬在中7回園田プリンセスカップ、2歳牝馬定量園田競馬場1500メートルが行われます。門別から2頭笠松からの3頭エースエバーを迎えます。今年の年度代、ね、地元代表格はデビューから逃げ切り3連勝スマイルプロバイドです。ボバジェスを頭首2馬身差と3戦連続破っていますが着差通りに1走ごと成長を見せています。デビュー戦の820は首差外に並ばれて直線びっしり馬体を合わされましたが競り勝ちました。2走目は4番手から伸びたドーバーを抑えています。そしてなんだ、前走は3コーナーに並ばれましたが直線を向いて引き離しています。3レースともスタートはそれほどストロースはありませんが 2の足の速さで主導権を握っています。そして並ばれば負けない勝負強さがあります。飯田氏、杉浦健太氏、騎手とも初タイトルを目指しますっていうこれまして、あとはやっぱり MT シャトルとランダなんて言えば門別組か、これな、やっぱこれそれなんだ、これなんだよ、これ前日のスマイルプロバイトの花争いは必死です。おー、これマジでこれがきついんだよマジで、おお、これまさ万が一呼ばれようなもんならたんもうだあれあ VTR よし、これ参考 VTR 行こう、これおお、おお、ちょっとおお、これ直線じゃんこれ、こちょおお直線、お直線、おお、これちょっとマジでこれ、何うちうちこれうち何これプロバイト外ジェスロみたいな、おお外夏バカ野郎、これバカ野郎だよこれ本当に、な何の VTR だったかこれ、そうそう、さすがに2倍切るやろ、3戦3勝、いやでもこんだけやっぱり他場の評価も高くてナッツってきてるからそこまでじゃないと思うんだけど、意外と割れてるよ、もう2倍あると思う、2倍切らねえよ、ねんねん競馬やってんだハゲって、なんで俺がもうなんかボロクス言われなかんねんっていう、うん、チンパン引き連れて応援行くよってことで、チンパンは入れないよってことでね、うん、そうそう、負けを知りたいんじゃねえのかって、負けを知りたい、いやだからそのこういうことがねプレッシャーとか続くと正直なんか早いとこつついてなんかチャレンジャーの立場になりたいなってあるけど、ここは勝ちたい、ごめん、もう正直だってもうこんなんないもんだってチャンス、おう、このなんか人気を背負っていけるっていう、しかも俺現地行けてるっていう、おう、ないだろっていう、しかも無敗でこう臨めてって、うん、飯田先生も初めて、杉浦君にとっても初めて、おう、まあ、杉浦君にとっては多分マイタイさんがいるからなあいう話だよ本当に、おう、だからちょっとまあ先に到底いただきますみたいな、いただきマンモスみたいな、おう、全国のテレンスリアまで、なんでテレンスリアにだから、全国のって一人しかおらんやろっていう、だから、おう、明日の見どころはハゲ出しにどういうことなんだから、しないって言ってるのこれね、何回も、おう、お前の馬がメイン走るとか何年ぶり、本当だよマジで、菊水勝ぶり、おう、菊水勝ぶり、そのムービーもね、今またあの足がちょっとおかしいみたいな、おう、杉浦じゃ2倍つくだろうっていう、つくと思うんだけどな、これでまあね、例えば、まあ、木村ジョッキーとか田中学ジョッキーとかになると、まあ、あの騎手人気含めてみたいなあるかもしれないけど、まあ普通にっていう、うん、鼻くそを閉じながらゴーゴーガーランドムービーを見てるって、いやだからそれは別に緊張感はないよねみたいな、おう、鼻くそ食いながらでもまあ見れるっていう、うん、そういうことや、おう、そうそう、死に待つって梅待つなっていう、無印とかな、ちょっとさすがにちょっとなんかねえのかよみたいな、おう、ネット競馬言うのだどこがやねんみたいな、そうそう、明日は待つのが便所入ったらデッキブラシで閉じ込め、完全にいじめじゃねえかそれ、なんかもういじめっ子がなんかトイレに閉じ込まれて上からホースで水かけられるパターンじゃねえかそれ、おう、そうそう、明日の今頃、おう、どうなってんだろうなマジで、いやわからんわ、おう、いやもう多分いろん結果によってはもう多分ショックで多分もう本当に死んでしまうんじゃないかって、うん、思うレベルだけど、まあちゃんと結果、まあでもここまで来れたこと、あとはまあみんなここまでついてきてくれたことにまずは感謝をしなきゃいけないのかなと、だからそれの上での結果だから別に、これで終わりじゃないし、ちゃんとまあしっかり受け止めて、
まだプロバイドと頑張っていけばいいかなとは思っていくよね。うん。明日は口の2名しかないな。夏の、お前は死ね、マジで。お前は夏と口取りしてこいっていう。うん。バイビオ確認のコーナーもやった。スタジオの馬はコースのデータないから意味ないんだ。そうなんだよ。だからあんま意味ないかなと思って。うん。たぶん、まあ一応見てみる？うん。SBO ということで。もう SBO で検索しても出てくるようになったよね、みたいな。うん。そうそうそう。で、園田の、これか。55分。うん。まあ、あれ、あれ、夏、あれ、夏っていうこれね。おう、夏のようです。はい。まあ、当たらないんで、全然いいんですけど、おう、夏みたいです。そうそうそう。おう、まあ、ちょっと無視してくださいっていう。うん。元チキンクリスプハゲ、松野慎一、38、37だわだから、惜しいな、みたいな、これ。惜しいなっていう、そうそう。もっと遅い、んで、遅い、何これ、宮崎どこない。おう、最終便にしてあるから、もうほんとギリギリ終わったらもうはい移動みたいな、うん、感じにはなる。まあ一応その軽くね挨拶とかはする時間ぐらいはあるかもしれないけどっていう。うん、スイラジョッキーあるよあるよ実力。うん、あのそこは全然問題ないと思ってます。うん、レース見てないなこれっていう。どれ、うん、あ、まあ予想ね。そうそうそう。うん、笠松名古屋も騎手本気じゃないでしょうって。笠松でも重賞あるけどそっち優先してるしっていう。まあ騎手来てないよね。うん、だからその名のジョッキーがみんな乗ってるっていうところがまあ、プラスなのかマイナスなのかっていうところなんだけどね。うん。ホースケアは基本的にノーケアでいいよっていう。まあ、俺だったら、まあ、メジロパーマー、マックイーン、ライアンみたいな感じは考えるけどね。うん。競馬近畿、西村プロバイド、タイプランランラン。まあ、でもそういう感じ。あとは夏。うん。夏もやっぱり、うん、全然普通に仕上がってるから、やっぱり前が激化した時の、まあ一番飛んでくるのは夏だよねっていう。うん、まあ最後そこの、ね、プロバイドになった時だったら地元はね、盛り上がるんだろうけど、うん、安心してください。プロバイドは、周りは、あまり期待しませんから、ということなんだから、期待はしてくれよっていう、これ。そうそう。うん、出た。川原、明日排水口配信で、ほんといらないから、マジで。うん、ちょっとそこ、温情ありませんかっていう。うん、根性があるから、競り合った相手に負けないとは思うけど、刺されたらどうしようもないんだよな。真剣に予想するとほんと難しい。まあそういうこと。うん、まあ、動物だから、限界はあるんでね。どんだけ勝負強いって言っても。そうそう。ランランランより打ち引けたのよかったなっていう。それがね、どっちかなっていう。かぶせられるパターンあるからだって。やっぱり向こう1000メートル、1200メートルを、まあ、ガンガンにやってるから、やっぱり一の足、二の足は速いから、うん。で、そこでこう叩き合っちゃうと、まあ、正直きついかなっていう。うん。そうそうそう。前に行くのいいけど、無理に行ったら潰れますね。そうですね。はい。その通りです。なので、ただ逃げられなかった時の想定がないんで、そこは非常にリスクだなと。控えたら正直もう、うん、もうなんだろう、ある程度の確保はしなきゃいけなくなっちゃうから。うん、そうそう。さっきその他のうちは松本康介だね。そうなんだ。うん、まあ外川原さんだったねっていう。うん、でもジェニータンが弱気な時ほど勝ってる、強気ほどプロ負けって。いや、弱気強気というよりもなんかこのプレッシャーなんかよくわかんないけど、もう負けたらどうすんだろうみたいな。うん、これ絶対負けないないよねっていう。うん、10分の中かすまんってことでね。そうそう。うん、去年の今はっていう、去年の今、おー、なんだっけ去年の今、もう思い出せないけど、おー、まあまあ、シンバちょうど買う直前か。うん、まあ、どうなんだろうな、本当に。おー、まあ、なんか、なんて言うんだろう。このレース勝てたら、俺多分もう、馬主としても、ある一定レベルのことはやり遂げたかなっていう気分にはなれるよねっていう。おー、リーダーを抑える競馬を教えてるんですか、どう聞いてますかって。抑えても全然いけるとは言ってる。ただそれを本番で試せなかったですねっていうところ、結果的にね。うん、だそれがどう出るかっていうのはやっぱりリスクですねっていう話。うん、長距離はもちろんやってるよ。うん、その国の前に竹丸丼が出てて笑ったって。あ、そうなんだ。まあムービーのデビューが一緒でぶっちぎられた馬ね。そうそうそう。うん、歴代プリンセスカップの勝ち馬逃げ切り多いな、これは好材料だなって。あ、そうなんだ。うん、ただまあ逃げられるかどうかってところが今非常にポイントになってるっていうね。そうそう。うん、明日どんな結果でも放送してよって。まあ、現地からやる。夜はね、ちょっともうその精神状態、俺もちょっともう、メンタルガチやられたら、ちょっと正直、うん、自殺配信になってしまうんで、そこはまあ、結果によるよね、みたいな。そうそう。ただ、どういう状況であれ、多分俺は飲むと思う、マジで。うん。今日も全然飲んでないんで、もう腹、もうポリープが焼き切れようが、もう本当に飲みまくってやるっていう気ではいる。マジで。うん。表彰台で踊って伝説くれて怒ったんですよね。だから、まずそこまでいけるかどうかって話だからね。うん。杉浦騎手はここは臨機応変に対応してほしいな。まあね、そこは期待したいね。うん。まあ、例えば逃げられなくても焦らず、バンテレしっかりと構えて、そこで折り合えるかどうかっていうところが、まあリスクではあるんだけど、うん、ガッチリ噛んじゃって、
まあ行っちゃったらもう終わるなっていう、うん、安心してください。東高軍団ですよ。どういう軍団やねんこれ。だから東高軍団いらないんですけど、これてか出てねえじゃねえかっていう、うん、勝てる、まあそう今はそう思うしかないっていうね、うん、夏にタンマークと本当勘弁してくれよっていう、これそうそう、うん、明日は表彰台に立つか、もういいスーツにしよう、もういいスーツと、もうだって俺今普通フランギしか持ってないから、うん、まあスーツはスーツだけど、そうそうそう、うん、まあなんとかせななっていうね、そうそうそう、うん、次は戦いから、まあちょっと新馬戦だからね、他場だ、新馬戦というか2歳戦だから、うん、明日は松の手を優しく握って応援してやるから、だって女子だったらありがとうっていう、うん、女子だったらありがとうって感じだけど、うん、おっさんだったらちょっとね、もうまあちょっと一歩引いてくださいっていう、うん、馬には期待してるけど、配信的にはそろそろ1回負けて泣き言配信になってほしいという、まあだからいずれ今グランダム行けばやっぱどっかでつつくだろうし、うん、ただここは勝ちたいんだよ正直。うん、みんなと一緒に見れる場面で重賞を一緒に取りたいと、うん、やっぱ一緒でにこの、まあ、今までねウィナーズサークルでは一緒に口取りできたけど、やっぱり馬場で取りたいじゃん、馬場で、うん、行ったことないだろみんな、俺も行ったことないよ馬場にはまだ、うん、休みの日に勝手に走ったことあるけど、まあそれちょっと内緒なんだけど、うん、普通になんかちょっと誰もいない、よし走って走ってやるみたいな、おらみたいな、うん、あるけど、まあやっぱり公式の場でそうやってちょっと馬場に足を踏み入れたことはないわけじゃない、基本的には。うん、それみんなで行きたいなって、うん、そうそうそう、うん、加藤が負けようが兵庫若駒賞やろ、何度でもチャンス、若駒賞はね多分行かないと思う。うん、まあマイタイザンと被るっていうのもあるし、グランダムだからとりあえず外行くことになるから、うん、まあそれも成績次第だけどね。そうそう、うん、川原が夏じゃなくてランランナンを選んだのも気になるな。まあそこね、まあそれは下原さんを選んだのか、それともランランナンをに選ばれたのかっていうのは、まあ難しいけど、どっちか分かんないけどね。うん、そうそう、うん、ランにかぶせるようにしろ、向こうに足使わせるし、こっちの枠なら打つまではしないだろうっていう、うん、無理に行かなくてもいい可能性はあるんだけど、ただ無理行けなかった時のプロバイドの状況っていうのが正直わからないじゃん。もうこれ脳研からずっとだから。うん。もうそれで、あ、神たちって感じはもう終わりだから。うん。今の松の気持ちはまだ人生で未経験。未経験ですね。なので、どうしていいかわかりません。はい。飯田先生見てたら、ちょっとなんか、未経験なので、どうしていいかわかりませんっていう。うん。あ、そうですよね。僕もですっていう。うん。結果論だけど、前走で先行を試しておけばよかったですね。まあそこあるよね、本当に。うん。ただまあ、前回も結局行く馬がいないから、うん。まあ行かざるを得ないっていう。今回もそんな感じになると、まあ、結果的にはいいんだろうけどね。で、夏が来て、それがまあ、ジェスロ相当みたいな感じで、まあ、前回のパターンみたいな。お、同じ土屋先生だし。そうそうそう。うん。明日以降、迷ったけど、そこまで気持ち入ってない効果。ぜひ来てほしい。マジで。うん。どういう結果になっても、やっぱり、ね、その、喜び、もしかして悔しみを、悔しみを、分かち合いたいなと。うん。それ喜びは倍になるし、悔しみは、まあ、半分になるかなみたいな。うん。まあ、悔しさは別にあってもいいんだけど、うん。それで全裸撮影行きたい、どういうことなんだから。全裸でなんでその撮影せなあかんねんって、だから、そうそう、うん。現地からティンポは出します。出しませんよ。はい。何回も言って出します。今出てますけど、現地では出しませんっていう。馬主ですからね。ちゃんと、品格大事なんで、うん。今年は投稿不作だなっていう。まあ、金出せばいいってもんじゃないからね。うん。そうそう。勝ったら号泣しながら口取りしようっていう。まあ、俺もね、感情的なものがどうなるかっていうのは正直わからない。今の状態でも、今の俺の、なんだろう、自分自身がよくわかってないから、意外とあっさりかもしんないし、まあ、どうだろう。まあ、配信はちゃんとね、その事実は、こう、郵送に残していきたいと思うんで、まあ、見れなかった人も含めて、感動を味わってもらえるような結果になればいいなとは思うけどね。うん。バンテレサス競馬を期待するのは逃げ切り、それだけ勢い乗るって。まあ、それは俺は何ともできない。俺がジョッキーだったらやるけど、もう杉浦君の判断と飯田先生の指示によるっていう、うん、あの勝負根性を後ろから刺す競馬で見てみたら、おそらく前の馬を全部抜きに行くからすごい足を使うんじゃないかなっていう。まあね、本当それをだから本当言う通り、事前にやりたかったねっていう、東高ディオーネが出ないのはチャンスだなっていう。まあね、そこは相手関係がそんなに強くないっていうのはいいけど、まあ他場がね結構やっぱり普通に門別出身の馬ばっかりみたいな、うん、とこはあるからね。そうそうそう、うん、チンコを股に挟んで女っていうのはありですかって。まあ、ありはありだけど、どこのタイミングですんのみたいな、これ。まあ、とりあえず、まず、挟みませんとか、まず出しませんからね、これ。パンツ履いてますから、これ。
チンコを股に挟んで女の読んだってハゲダッシュはだから長飛びしないってこれ。おだから何回も言ってるねってこれ。おこの負けろ滅びろ金返せって言ってる君ほんとかわいそうだよなってこの状況で。およっぽどこうなんかだるい人生を歩んでるのか。おこんななんかもう未来開ける日にもう少し言葉ないのかっていう、なんかむしろなんかかわいそうっていう、うん、明日の勝利をお祈りいたします。幸子なんで幸子さんやねんだから、おなんかなんでそこで幸子さんやねんっていう、うん、このあと55キロで認定いくのがいい、うん、それもねどっちがいいんだろうっていう、おまあ一回は当然地元で叩いてグランダムに行くことになると思うけど、どっちなんだろうなっていう、うん、声はかけないけど現地には行くって、かけてくれよそこは、かけてくれよって。あとカメラを、すまん、あのみんな本当これ申し訳ないから、カメラを持ってくるの忘れたんで、こんな大事な時に緊張しすぎて、おあのまあいわゆる写真的なものはあの奇跡の、写真部、佐藤陽一さんがね降臨することを期待しよう。お佐藤陽一さんはまたこれも全然お声掛けをねしていただけないんで、ちょっと見つけることはできないんだけど、これ本当に存在するかもちょっとわからないっていう、うん、表彰式で竹の上アナにインタビューされてほしいっていう、インタビューはされないだろう、インタビューは普通に杉浦君だろう、うん、まあ俺も飯田先生とちょっと余韻をね後ろから見ながら、うん、まあでもなんかみんなと一緒にバーバー行きたいなっていうのはあるよね、うん、15時30分から配信終了のは何時っていう、まあ30分ぐらいから、まあ、レース終了後まで、うん、あとまあその結果にもよるけどね、うん、しんちゃんって車の運転できません、全くペーパーです、はい、なのでもう誰かね乗せてみたいな、おとにかくハゲてるダバーマツって名前で賞状もらって履いてますよねネタポーズですよ、やるわけねえだろそれ、おハゲてるとにかくハゲてるダバーマツってどんな名前で表彰されんねんみたいな、これおそこは普通に本名でやってくれよっていう、うん、騎手の差で負けたような競馬だけは嫌だな、いやそこはねないと思う、もうこの枠で杉田君乗ってくれて、あとはもう馬の実力よ。仕上げもしっかり、まあ本当ね、満足いう形できましたって飯田先生も言ってくれてるし、もう、これで負けたらもう力の差よ。馬のもう持ってる、うん、能力差としか思うしかないっていう。うん。いつも喋り方とは違ってビビってる。もう相当ビビってる。マジで。うん。やっぱこれが、これがなんか、追われるものの重圧なのかなっていう、うん、ところはあるよねみたいな、小箱今後になるまで稼ぎ時だから挑戦せずせこせこ稼ごうやって、まあだから別になんだろう、うん、あんまり、うん、なんだっけな、そうこのレースの後については別にそんなに思うとかないんだけど、やっぱりこの無敗で臨める初重賞でかつ一番人気もしかしたら取れるかもしれないっていう状況はやっぱ緊張せざるを得ないっていう、ダバの時は自信の口ぶり真逆の男、いやそれはなってみろよマジで、ちょっと本当にマジ夢見るから、うなされるマジでいろんなことで、そうそうそう、期待が大きいほどやっぱり裏切られた時のショックってのでかいからね、表彰式で逆でも髪大丈夫ですか、まあ一応固めていきます、はい、ワックスでべっちり固めていきますっていう、うん、一口回しの馬みたいに人気するんだろうな、正直単勝馬券を買いにくいって、ああまあ、ああそういうこと、まあだったら、うん、馬単とか、うん、そういうとこ。ただ、そんなね、言っても、聞いてる人なんてこんな20、30人ぐらいしかいないから、まあ、そんな馬券がっつり買う人もいないから、そんな心配しなくてもいいかなっていう、うん、スマホで撮ればいいじゃん。最近のはまあまあがしあ、だからそのスマホで配信をするから、どうにもならん、その配信しながら写真撮れないから、あかんねんや、すまんっていう。うん、最近のリスナーはハゲ出し見たことないからやれよって、だからすごいなんかね、俺ちょっとプロリスナーで古参なんだけど、ちょっとハゲ出し披露しときたまえよみたいな、おお、だそう状況考え状況これ、C3、まあ C3の3組とかとちょっと違うんだから、観客員数とか、おお、そうそう、負けたら松野ケツに相談するなぶち込むから絶対勝ってよって、なんか、うん、頑張るわとりあえず、うん、明日の表彰式は SKN の花束と、あそうなんだ、おお、西野コミちょっと指名ってことで、うん。プロバイドの会話にコーヒーのま、いらないから、それ。完全カフェインじゃねえかよっていう。うん、また店立ってやったってっていう、これ。うん、いや、何の話やみたいな、これ。うん、馬体重増えてほしいね。前走はデビューからプラス3キロだったら、もうちょっと増えて460ぐらいに。まあね、本当に、将来的にはやっぱ460、70近くに、なってくれるんじゃないかなと思ってるから、うん。
まあ今回でもいっぱい追ってるからちょっと絞れてるかもしれないけどね。そうそう、うん、大丈夫、絶対勝てるから、ありがとう。まあ本当に今はね、そう思うのが、うん、思うのが必要だよねっていう、うん、今日は寝れるんですかねって、絞りますからね、この後。はい、大丈夫かなと思います。うん、競馬に絶対はね、ない、その通り、うん、絶対はないから何が起こるか分かんない。だから人気薄でも勝ちチャンスあるし、うん、人気でも負けるかもしれないっていう、うん、焼き直って居直って落ち着いてよく寝ようって、まあうん、俺がどんだけ、うん、頑張っても、まあ、走るのプロバイドなんで、うん、まあ、そこは、もう俺がね、前回、ちょっと、農研の日、前の日か、うん、農研ちゃうわ、1組か、1組の2戦目かは、ちょっと1戦目か忘れたけど、俺が行ったら、会いに行ったら、熱発、あと、ジンマシンみたいな、うん、だ俺が会いに行くと、なんか、触ったせいかな、みたいな、うん、そういうなんか、発疹が出るんで、ちょっと今回は全然会ってませんっていう、うん、新参なんで励ましみたいですっていう、うん、なんかとりあえずメインは馬なんで、ちょっと俺は正直おまけっていうね、そうそうそう、新馬勝った時にすげえ視聴者いたんだよ、あ、そうなんだ、うん、まあありがたい話だけどね、おみんなでその勝利を味わいたいなっていう、うん、前回仕上がってないのに信じてか、前回は仕上がってないのを信じてか、まあ、前回、いや、まあ、前回もまあ間は空いたけどねっていう感じだけどね、うん、今回は、まあ、今までの中では一番いい試合だったねっていう、うん、最近見始めた人多いと、あ、そうなんだ、うん、まあまあニコ生もねやってますからねっていう、うん、歴代勝ち馬前で押し切る馬が多いの希望ですって、まあ前目が有利っていうねところはあるみたいだけど、まあちょっと門別出身馬だけっていうところは、うん、今までちょっと違うとこかなっていう、うん、そういや前走は熱発明けで仕上がってるってほどじゃなかったんだっけかって、まあちょっと間空いたよねっていう感じで、うん、まあ、形にはなったっていうので、ちょっとまあ全いった感じではあるけどね。そうそう、下げってことでね。うん。信子は連れて行けませんよ。うん。全然興味ないから、うちの母親。むしろやめてほしいみたいな。うん。明日そんなに行くと井上プロバイドに会えますかって。井上プロバイドに会えますね。はい。まあ、すぐわかると思うけど、皆さん。はい。ご存知の井上プロバイドに会えますっていう。うん。なんで風俗と一発で終わるやつはオナニーだと3発以上平気なんで。いや、だから、感覚を受けば別に連射はいけるんだよ。ただ、なんか、70分とかその短期間にその連射はちょっと無理みたいな。っていうかもうそもそも最初の20分とか10分でいいよみたいな。うん。勝ってほしいけど、とにかく無事で完走してほしいって。まずそこね。ほんとそこ。まずは別に今回で終わりじゃないから。むしろ先はあるから。うん。だそこは頑張ってほしいなっていう。うん。サチコにプロポーズした時と比べてどっちがドキドキしてる？こっちだよ。うん。こっち。もうなんかその、サチコさんにそのプロポーズとかってもうそんなもんなんか流れたからマジで。うん。勢いだから。うん。配信終了時、競馬場から去るときにハゲ、配信終了時ってお前、誰も見てねえじゃないか、それ。そうそう。明日はおっぱい楽しみしてるねって。まあね、本当に、そういう風になるといいんだけどね。まあ、プロバイドに期待しようと思います。な、楽しみだ。俺も楽しみだよ。じゃあ頑張ろうなってことで、はい、エンディング流します。ってねってことでね、はい、ことで今日は、プロバイドの、出走情報でございましたってことで、いよいよ明日は、園田プリンセスカップと、人気を背負うと、ただまずはもう何はともあれよ、ここまで、まあいろいろ本当にあったよ、本当にもう馬が2週間で2頭死んだりとか、まあ C3 の馬勢揃いみたいな、本当にもう死ぬんじゃないか、俺も含めてね、思って、まあみんなもかなり失望してた時期も長かったけども、本当にまあまずはここまで、諦めずに見てくれたことに対してはね、やっぱお礼を言わなきゃいけないかなと、特にユーストはね、もう、こんなもう、なんだろう、遅延、まあ重いとか、ボロボロな状態で、まああんま見る価値ない状態なのに、ここまでついてくれたみんなにはまあ感謝したい。やっとここまで来れたと。まあせめて馬の人にできることは、まあ、勝つことだけだから、まあやっとここまで来れたというのは、まあ一つ喜んでいいところなのかなと思ってます。はい。ただ、まあやっぱり、競馬は結果が全てなんで、明日、まあどうなるかわからない。まあ確かに人気ではあるけども、確かにチャンスはあるとは思うけども、とはいえ、競馬は何起こるかわからない。もちろんちゃんとまずはね、無事で回ってくるってことはあるんだけども、やっぱり勝ちたい。で、現地に来てくれてる人と、一緒に、まあね、口取りを、ババでしたいと。ババから見るスタンドを見たことないその景色を一緒に見れたらなと思ってます。はい。まあ、もちろんね、配信も現地からさせてもらおうと思ってますんで、トラブルなければね、まあ、インターネット、もしくはアーカイブでね、見てくれれば嬉しいなと思ってます。はい。とりあえず明日、園田10レース、メインレース、園田プリンセスカップ1100メートル、第17回ね、
スマイルプロバイド出走しますんで、15時55分から応援よろしくお願いしますということでね。はい、まだ情報ツイッターに流してます。配信情報ツイッターに流してますんで、よかったら見てください。この感じ今日は終わります。どうもありがとうございました。